挑戦していきたいっていう気持ちがあります。僕にはこれっていう武器がないのがコンプレックスがあって、自分の内側にあるものを全てアウトプットする、世界中の人を昨日より今日笑顔でハッピーにする、笑顔の連鎖を広げる。皆さん、頑張りましょう。表参道で美容師をしていますジェノの堀江です。よろしくお願いします。今回、ヘアキャンプさんでさせていただくセミナーは、シザーで作る、ドライカットの質感の解体新書ということで、今ショートやボブや、ミディアムレングスも、全体的なフォルムっていうのは重めで表面が長いスタイルが多いと思うんですが、そういったスタイルをお客様に似合わせて、なおかつ再現性が高いスタイルを作るためには絶対にそのウェットカット後のドライカットのテクニックっていうのが非常に、重要になります。今回は、そのドライカットのテクニックを、セニングだけに頼らず、ちゃんとした理論と、ちゃんとした骨格を見極める、髪質を見極めるテクニックとかをしっかりと公開しつつ、美容師さんそれぞれの、個性が表現できるようなテクニックを、大公開したいと思います。で、僕のスタイルのポイントというのは、全体的に丸みのあるフォルムなんですが、全体的にそのコンパクトでフィット感のある、顔にしっかりと馴染むようなデザインっていうのが、僕のデザインのポイントになります。そういったそのデザインを作る上ですごくこう大切なのは、ベースカットもそうなんですが、先ほども言いましたようにそのインナーレイヤーとインナーグラデーション、そういうのテクニックを、しっかりとこう使って、その人に似合うようなバランスにフィットさせるっていうのが、自分のデザインのポイントになります。その他にもそのデザインのポイントでいうと、やっぱ可愛らしさとかナチュラルなんだけどどこかこうエッジが効いていたり、クールなポイントっていうのを入れることによって、相反する、女性像を組み合わせて表現するっていうのが自分のデザインのポイントになります。今回、ヘアキャンプさんでさせていただく、技術を、始めたきっかけっていうのは、普段の、サロンワークの中でよりこう髪を扱いやすくお客様が、毎日、楽にスタイリングできるようになるにはどうしたらいいかっていうところから、考えました。そういったところで、普段こう今まで僕もそのすきばさみだけでこう量感調整をして、ヘアデザインを作っていたんですが、自分だけ の, そのオリジナルの質感だったりよりその髪がまとまる扱いやすくするためにはどうしたらいいかっていうことをいろいろ考えた中で、生まれてきた技術になります。そういったところを、今回は包み隠さず全て公開したいと思います。僕らしさっていう部分は僕の強みでもあり短所というか弱みでもあるのは、割とこうどれかに特化しないなんかこう幅広くいろいろできるユーティリティ性だと思っています。でやっぱりこう何かに特化している、例えばカラーにすごくこう特化している、もしくはそのメンズにすごく特化している、いろいろこうメイクに特化しているとかいろんなこう武器を持っている美容師さんって今たくさんいらっしゃると思うんですけれど、僕には、これっていう武器がないのがやっぱりこう一つコンプレックスがあって、ただ、広く幅く自分が好きなことを自由に表現したりとか自分のその可能性を広げたりとかそういったことに対してやっぱりこう挑戦していきたいっていう気持ちがあります。なので逆に言うとその幅の広さだったり、何かに特化しないっていうのが逆に強みなのかなっていうふうには思っているので、そういった中でその自分の可能性だったり、僕のことを、気になって見てくれる美容師さんたちの成長につながれる、つながるように、いろいろと発信していきたいなっていうふうには思っています。常にスポンジのようなマインドでいろんなことを吸収するっていうことが一つで、あともう一つは常に、自分の内側にあるものを全てアウトプットするっていう、そのインプットとアウトプットの、ルーティンっていうのが自分の中ですごくこう大事にしていて、それがあるから常にこう成長していけるのかなっていうふうには思ってます。なので、吸収することが止まったり逆にそのアウトプットすることが止まるとやっぱ自分の成長っていうのは止まるのかなっていうふうに思うので、常にそのサイクルを
加速させるっていうのが自分の中で永遠のテーマなのかなっていうふうには思っています。発想の根源っていうのはやっぱりさっきも言いましたが、そのインプットとアウトプットのそのバランスというか、そのルーティンの中から生まれてくるものなので、常にやっぱりこう普段の生活の中で感じるっていうこととかをやっぱすごくこう大切にしてます。僕はなんかその世界中の人を昨日より今日笑顔でハッピーにするっていうコンセプトでなんか今仕事をすごく取り組んでて、でこう何でしょう、こう自分がこう直接的にその、まあ、世界中の人だったり日本中とかそういういろんな人を可愛くして笑顔にすることはできないかもしれないんですけど、まあ、例えば自分のそのやった技術をこうやって美容師さんが見てくれて、その目の前のお客さんをハッピーにしてくれたりとか、自分がその関わったこうプロダクトが世界に発信されたりとか、そういったところでその自分が直接関わらなくてもその笑顔を作ることってできるのかなと思っていて、そういったことをなんかこうやっぱやっていきたいなって思うんですね。でこう今までまあ僕も40超えて、今までその美容師になって20年ぐらいいろいろこう美容業界に成長させてもらって、こう今の自分っていうのがあるんで、今後のその人生の中でその恩返しをしっかりしていくためにどうしたらいいかと思ったら、やっぱり教育なのかなっていうふうに思うんですね。で、まあ、次世代の美容師さんとかやっぱり美容業界がより良い、業界になったり、世界中の人がこうハッピーにいるためにはいいヘアデザインが世の中にあふれると、みんなはもっと幸せでハッピーで平和になると思うので、そういったことのきっかけ作りっていうのを自分のこうヘアデザインとかマインドを通してより広げていけたらいいのかなって、それがなんかこう社会貢献というか世界が平和になるなんか一つのポイントなのかなっていうふうに思って、なんか今全力でやってますそう、笑顔の連鎖を広げるっていう、それをやっていきたいなと思うんですよね。だからまあその、まあ、ヘアキャンプさんとかでも自分の技術を包み隠すことなく全部やりますし、なんかそういうこう自分に持っているものっていうのをやっぱり次世代にこう全部アウトプットするっていうのがなんかやっぱりこう恩返しなのかなと思うので、そうするとまた自分も成長して勉強しようと思うことが増えるから、なんかその繰り返しなのかなとは思うんですよね。僕から見た僕っていうのはやっぱりそのどちらかというとダメというか、なんかその抜けてることがすごい多いんですよ。で本当にこう自分だけでは堀江雅樹っていうのは成り立たなくて、やっぱりこういろんな人がこう支え合ってくれて今の自分っていうのを立たせてくれてるんで、なんかやっぱ本当にこう、まあ、スタッフもそうですし、こうやってこうね今日取材してくれるムニコさんもそうですし、いろんな人がこう僕っていう人間をこう作ってくれてるんで、やっぱそこに対するその感謝だったりとか、その自分一人では生きてないっていうところはやっぱりすごくいつも感じてますね。多分もなんか変わらず変わってきたっていう感じですかね。だからこう変に自分が180度変わろうって思ったことってやっぱりあんまりなくて、その自分じゃなくなるじゃないですか。でやっぱりこうスタッフもそうですし、皆さん多分そうだと思うんですけど、やっぱり自分の良さを生かすためにどういうことがなんか生きるのかなっていうのはやっぱりすごく考えてやってましたね。だけどまあダメなところは改善してっていうのはやっぱり常には思うんですけど、やっぱり自分の強みをこう生かすっていうところを常に考えて、やってきたかったっていう、だから一気にっていうのはやっぱなくて、だからあとはやっぱりこういろんな人と出会うことによってそういう人たちのいい部分をやっぱり吸収しようとか、なんかそういう考え方とかも含めてっていうのはやっぱ常に思ってますね。自分割とその僕はその経験の投資っていうか、なんかそういうのは結構できるだけやりたいなっていうふうに思うんで、なんかこう誰か紹介してくれそうだったら行ったりとか、やっぱそういうのは常にやっぱりしてますね。好きな言葉というか、なんかチャンスの神様は前髪にしかないみたいな、なんかやつあるじゃないですか。それが結構やっぱ好き、昔から入社した時から先輩から言われてたので、なんかやっぱりこうちょっとタイミングずらすとそのチャンスって過ぎ去るから、だから今だって思った瞬間に絶対取りに行くように、常にそのアンテナというか今が来るっていうこれだって思うようなアンテナは常に張るように意識はしてますね。マインドとか、まあ、そういう技術的な部分でよりこう多くの人をこう笑顔にハッピーにできるようなそういう美容師さんだったりとか、
いいデザイン、やっぱりその世の中に可愛くておしゃれなヘアデザインを作れる美容師さんがより多くなってくるとなんか嬉しいなっていうふうには思いますね。はい、今回の、ヘアキャンプさんの、セミナーをご覧いただいた方には、絶対に、明日から使える技術だったり、美容がもっと、好きになる、そんな、熱い、楽しい、セミナーにしたいと思うのでぜひ、ご参加ください。はい、僕のこれからの、挑戦したいことっていうのは、自分の技術やマインドを、より多くの美容師さんに広げて、笑顔の連鎖を広げたいことです。皆さん、頑張りましょう。